山さんのマイクだけチェックしてはいはいこれですかあ大丈夫ですあの喋っていただければ本日は晴天なり本日は晴天なり本日は晴天なり今なかなか言う人いないですよこれあの警察無線のね役割ねあ本当ですかはいあそうなのへそうなんだはいねうちの主人の役 警察無線とかっていうのを聞けるとかっていう聞いてたけどああいうの結構一般人もなんかみんな聞いてましたよはい昭和の時代はアナログだったんで無線があれは聞けたんですよ盗聴ができた今はもうできません秋葉原行くと売ってたのよ昔はそうそうそ聞けるやつがだから車につけて慌てるうとできたんで123に入れればそうですねはい今はもう無理ですあっもう無理です はい、じゃあ、行きます。じゃあ、本番、ましご。<laughs> はい、また、よろしくお願いします。はい。あさみからだからね。はい。 ティーパッ,ック。<laughs> なみなみ、イクエちゃん、大変よ、大変。これ、どうしたんだよそんな大声出しちゃって。また、ふんころがしにプロポーズされた。違うわよ。外に干してあった、私の下着、盗まれちゃったの。ええ、下着どうですか。聞きたくもないけど、ね、ママの下着ってさ、どんなのよ。いちご模様のさ、ピンクのティーパック。いや、ちょっと、ティ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 ーパック。ティーパック。 びっくりしたティーバッグ。ティーバッグ。ティーバッグ。なるほどね。今さ、瞬間的にママのさ。その入いてる格好想像しちゃったんだけど。こっち悪い。あら、こいつやりやめないよ。警察に電話しな。きゃしなくていいよ。そんなことで警察来ないですよ。そうよ。どうぞ。失礼します。電話しなくていいって言ってんのに、刑事さん呼んじゃったの。あ、リーゼントでかですよね。本当だ。はい。 リーゼントだそうですまさかはい秋山さんはいリーゼントデカこと秋山弘康です私は現在犯罪コメンテーターをしております実は私あのホリプロに所属しておりますあのイクさんの後輩です年齢もほぼ同じですはいはい聞いておりました。 まさかホリプロに、こんなすごい人が入ってくると。ねえ。あ、あの一応、なみの、並木良和です。はい、よろしくお願いします。スピリチュアルに関してはどうですか。ご、はい、興味ございますか。スピリチュアル的なこと。そうですね。はい、現実をばっかり見てるから、<laughs> はい、あんまりこうスピリチュアル的なことは。はい、いや。<laughs> いやでもちゃんと理解できる感性もなるほど後ほどじゃあびっくりとそしてあのこちらにいるのがママこういうママ見たことあると思いますよね事件とかそういうところで殺され続けて40年やったりそうですかよろしくお願いします死体となって何十年死体ばやってるなでもたまにデカもやったことあるんでしょもちろんですよ刑事さんやったし弁護士さんもやったし台湾官もやったるなんだってやんなよ喋ったことあるの当たり前じゃない 本当走ったりもした。当たり前じゃない。若い子はね。まあそんなわけでよろしくお願いいたします。あの虫田さは来てくださった方の好きなもの本当何でも出しします。あそうですか。キャビアだって出しちゃんです。そうなんです。か。好きなもの言ってみてください。はい。あのスープカレーが大好きですスープカレーでいいんですか。はい。秋山さんは北海道出身じゃないですか。じゃないです。 はい。でもなぜかスープカレーが好きなんです,、ねです。あの私ねあの実はあの指名手配を追ってて、うん、その指名手配の犯人が札幌出身だったんですよ。うん、で札幌、えーえー、ずっと指名手配を追っていて、うん、その時に初めてスープカレーを食べたんですね。うん、これ何もんかなと四国徳島では食文化にスープカレーってなかったんですよ。その時初めて食べて。 もうファンになりまして。何門かと思って取り調べてるうちにそうです。でもトリマーになっちゃった。はい、たまに自分もね、あの自分でスープカレーも作ったりします。え、すごいんだ。じゃあママ。はい。スープカレー美味しいのお願いしたい。はい、用意しますわ。はい。はい、じゃどうします。ちょっと写真撮りますね。ちょっとお待ちください。え、面白い出会い。キャビアつったら大笑いしたんだけど。

スパはあんまり辛くなくて辛さを調整して食べていただく感じになりますこれがスパイスでこれがペーストになりますはい溶かして食べていただく感じですありがとうございますひょっとして私だけなんですかああよかった大丈私だけ見ていただけこれが本当に入っているこれ虫のしらさトッピングですすごいよね虫のしらさトッピングだよね なんだこれはいじゃあわさはいはいお待たせしましたなんかすごいんですけどスープカレーですこれはどっかお店のもちろん札幌じゃ札幌マジックスパイススープカレーなんか涙にすごい知ってるらしいんだけど有名どころはいあ、そうええこれあのお土産でも買って帰れるもの箱でこれで売ってますあ はい今目の前に箱がありますがスープカレーしてマジックスパイス札幌で大人気のカレー専門店スペシャルメニュー柔らかチキンミートボールうずら卵が入ってんの入ってるんですえ確かに一本これ鶏肉入ってなかったかななんかねちょっと感じがしてすでもさ中辛激辛って書いてあるあこれでねあの目の前のこのスパイスで調整してくださいはいこの粉はい混ぜ混ぜします ここれはなんだペーストのこれあこれまた絡み成分ですねでこの唐辛子と一緒に混ぜてじゃ入れなければ割れたマイルな状態ちょっとやっちょっとやりたっちゃってみてくださいはいぜひぜひ食べてみましょうはいまずこのスープっていただいてかなりこれシャバシャバしてるよスープカレーねこれさご飯にかけたらさダメなのご飯をここに入れんの いや、いろんな食べ方。ありますね。ありますね。秋元さん、どうやって食べてます?。私はご飯で。ちょっあ、このスープめっちゃ美味しい。でしめちゃくちゃ美味しい。このスープ。これ、グーも入ってるんですか?。はい、え、これはね。でも、オリジナルですか、これ。あ、じゃ、あ随分なんですね。でも、多分、ブロッコリーとかはこちらでスタッフが入れてくれ。そうでしょうね。うまい。うん。このは、ペースト入れると、どんな。 なになにはどうやって食べた?。あ、これ、えっと、これを入れます。スープの中に。入れて。うん、で。これも。うん。これ全部入れちゃダメなんだよね。は <laughs> 入れたら辛いですよ。今朝辛いです。はい。で,で、ご飯。うん、で、そう。はい、ご飯を。こうやって溶けて。うん、で、ここにつけでつけて。<laughs> <laughs> そうですね。はい。ちょっと散らかっちゃった。はい。これさ。なんか、日本のこ、こ、前。<ん>お米じゃないね。ジャスミンナ,、ね、ナイス。ジャスミンライス。

刑事さん生まれ育ちも徳島で拝命も警察拝命も徳島ただ一度1年間警視庁に捜査一課徳島に出向歴があります。ということは東京の警視庁の捜査一課の1年間出向して東京で刑事やってました。でそれから まあ、まだ徳島に帰って42年間徳島県警で勤めて、えー、ほとんど刑事です大体いい捜査一課が長いんですけど刑事部の中には一課二課三課四課って聞かれると思うんですけど一課っていうのは殺人とか強盗とかそういう凶悪犯の担当です。はいはい、で二課っていうのは知能犯、えー、詐欺とか選挙とか汚職とか。 で、三課っていうのは泥棒です。で、四課は暴力団。はい、私はだいたい一課も二課も三課も四課も全部やりまして。一番長いのは一課が一課です。泥棒っていうのは人、あの、人を謝めることなく、盗んだりとかするだけで,で,で、はい。終わった場合は泥棒扱い。そうです,うです,うです窃盗罪ですね。は,はい。で、そこでもうちょっとこう、人が謝められちゃったり、傷ついちゃったりとかすると。はい、強盗です。 強盗殺人そうですね強盗というのは、えー、暴行または脅迫を持って、えー、金品を奪い取る、うん、だから叩いたり殴打、えー、したりしてが、うんえー、強盗のたた叩きたき言われるなんですけどね、うん、<laughs> ほんでそれで殺害したら強盗殺人になりますけど、うん、それは一家が担当で空き巣とか万引きから全て窃盗罪が参加の。 あのね一応この刑法犯の犯罪っていうのは六割から七割ぐらいはですね、うん、窃盗罪が多いんですねだから参加に窃盗を担当専門にする刑事がいますなるほど、はい、それ希望出すんですかど何をしたいかあ,あのね当然私も希望っていうのはしましたけど希望だだけでなくてやっぱり門が狭くって最初は警察学校卒業するとみんな制服の交番なんですよ全員が 卒業と同時に、うん、でそこからいろんな実績をあの積み重ねる、うん、プ,プラス刑事になるるための試験があるんですね、うんでえー、最初は制服の交番のお巡りさんからいろいろ実績犯人とかいろいろ捕まえてそして、えー、その時の刑事課長幹部がこいつ刑事に向いとるなと思ったら試験それが受かってやっと刑事になるんです。 <laughs> 希望通りに行きましたか私ねあの実は10歳の時にあの泥棒の被害に遭ったんですよ。<laughs> 10歳の時に <laughs> で絶対刑事になってやろうと思って <laughs> 10歳の時に決めたんです。 そうじゃその時助けけてもらったわですそその時に刑事さんがやってきて夜中にガラス割って侵入した泥棒だったんで怖かったんですよ10歳なんでそこへ来てくれた刑事さんが「僕よおっちゃんがね任せろ」と「おっちゃんが必ず捕まえてやる」って言ってくれて絶対将来僕もこのおっちゃんみたいな刑事になりたいなと思って決断しました。 まあ正義感だけじゃなれなかったりとかするじゃないですか。じゃあそれないのこの技なのかそういったものも身につけて。そうですね。何だったりのわ悪だとかいろいろあるじゃないですか。の私あのこの泥棒の被害にあったもうる日にもう空手道人変えました。その時にあの公務員でお巡りさんのなる試験があると全然わからなんだね。十歳の時まで。ほんでそういう怖いやつを絶対殺しめてやるっていう気持ちになって。 もうアーロフィーすぐに体ラダへ道場へ行きましたへえ。まあ同世代っていうことですからじゃ太陽に吠えるとかそういったものも見てました、はい、そう見てましたねはい見てました<ー>小学校の時にやっぱり石原裕次郎さんでねあ輝いて <laughs>、えー、太陽に吠える見てね<ー>でやっぱあの松田優作さんねあ 松井一則さんか。そうですいやその後にあのね四代目か五代目にね渡辺さんという格好で出ました。はい。だからあの太ってきましたからね。あの頃細く細くてね。細かったのがどんどん太ってきましたからね。ああいうデカもいるのかみたいなあのよかったら食べながら。ああすみません。はい。いただきます。そうやっぱりそういう人がいると目標となりますわね強くね。はい。 でも実際ね正義感で皆さんなると思うんですよ、うん、だけど実際、うんはい、ドラマじゃなくてあ、そうで、ん、すねね<え>本当にそうですいろんな事件に実際出会っちゃうと、うんはいうん まあ今もうおやめになってるからだけどうんざりするというかもう目を塞ぎたくなるようなものにも出会ったりとかってあるわけでしょあと自分も怖い思いをしたいと思うんですけどそうですねやっぱりねあの殺人事件の,あの残虐な事件現場とかね、うんうん、まあそれも,あのもう数え切れんぐらい現場踏むとやっぱり慣れてはきましたけど。うん それと危険な目って私ねあの42年間、えー、警察人生の中で4回もね、うん、あの殉職寸前の経験がある私もバカなんで現場が好きだったんで、うん、普通1回、まあ、自分が殉職しかけたら、うん、やっぱ怖い現場って生きにくくなるんやけど、うん、それが大好きで、うん、<laughs> あの将来は絶対あの犯罪現場で死んでもいい殉職してもいいっていう気持ちがあったんですね。 もう今は退職したらそういう気持ちって全くな,かなくなりましたけど現職ののの時はそのぐらいの気持ちで言ってましたでもだっ,ておだって結婚もされてはい、はい、ご家族もできてはい、はい、ってなると、はい、自分一人身じゃなくなると守るるものがこう出てくといやねあの自分が泥棒の被害にあってうん、うん、被害者のために刑事になろうとも決めたんで、うん、やっぱりどんな事件でも、うん、特に捜査一課の事件っていうのは。うん 被害者がいます遺そのためのその人のために命を張ってやったろうって思ったんでだから人質立てこもり事件っていう危険な現場なんですね。うん、で、えー、犯人がおって人質がおる刃物持つ、うん、もしくは銃持ったりします、うんうん、その現場で2回ほど殺害されまく、まあ、寸前だったででですね一番今まででたくさんの事件にね、はい。はい 出会ったと思うんですけど、はい、一番印象に残っている事件って何ですか。そうですね。すもう、やっぱり四十二年間なんで、もう数えきれんがぐらいあります。事件は。で、どれも、あの。差別感あんですけど、思い出の事件としたら。うえー、もう、うん、被疑者なくなりましたけどね。うん、老い、小池事件っていうのが担当したんですよ。うんはい、多分、日本一有名な指名手配のポスターだったんですよ。はい、老い、小池っていう。 これはね徳島県で2001年に2001年かえ徳島県でえ2人の親子を殺害して火をつけて放火した事件なんですよ。でこの現場に私も捜査一課の当時警部補の害長だったんですぐに現場に行ったんですね。でご遺体の顔を見たらなんで俺を殺すんなっていうような顔してたんですよ硬直の状態が。 で自分はパッとひらめいたん絶対この遺族のご遺体の近辺近くに絶対犯人がおるってピンってきたんですね。で捜査するとやはりこの被害者にお金をこう無心しよったやつが犯人だったんですよ。で実は張り込み中にこれ警察察の捜査を察知しして逃亡したんですようん、うん、ですぐに指名手配を打って追い続けて11年追い続けたんやけど結局岡山で死体となって。えー 心筋急性心不全でね、うんえー、亡くなって、えー、結局手首に手錠を入れられない逮捕できん状態で、うんえー、被疑者を死亡のまま検察庁に送致するっていう事件だったんですね。えー、でそれは私がやっぱり発生当初から、うんえー、そして被疑者死亡で送った時も,もうその時の所轄の刑事課長だったんで、うん、ずっと思い出のある、うん、思い出っていうかいまだにやっぱり私は悔いが残るし。 えー、あいつのこうやっぱ手首にパンと手順を入れてんんで遺族に反省誘う遺族にほんまに謝罪誘うっていうそういう気持ちだったんやけどそれができなかった悔しさっちゃいまだにありますけどまた指名手配にお、はい小池ってそ,、ね、そのポスターって、うん、このおい小池って珍しくないですかですこれね指名手配っていうのはわかるけどんこれなんでおい小池をつけたかたですかこれ実はですねもう 日本警察史上初でもうあとにも先にもないと思うんやけど、うん、当然これも最初は、えー、この男ピンと来たら百1版番になったんですよ。だけど指名手配っていうのは全国の情報が命なんで、うん、やっぱりインパクトのあるやつと、うん、で当初は情報もあったんやけどそのうちゼロになったんですよ。うんうん、でインパクトのある老い小池にしたんですけど。うんうん そうすると変わるもんですかやっぱり情報が。やっぱりねすごいやっぱインパクトあったんでちゃんちゃん電話が入りましてただねただあのこの小池のポスターを初めて出した時に捜査本部にちゃんちゃんなったんですよ全国から。はい捜査本部の秋山です」ところがね最初の段階は。 うちの息子がいじめられると、うん、要は全国の小池さんの子供さんがいじめられる、うんですよおい小池みたいな、うん、で苦情の電話がジャンジン来たんですね、うん、だけど捜査本部では、えー、事件の説明をするとそれは減ってきて、うん、やっぱりいろんな情報が、えー、来ましたけどね捜査本部には。そういう電話も入るんだ。 苦情も苦情もありましたね。<laughs> えー、でもさ今本当ドラマ以上にとんでもない事件がね、うん、ドラマ以上のことが起きたりとかするじゃないですか。でも一つの事件をうやむやにせずに、うん、それにみんなやっぱりちゃんとこう捜査本部みたいなものに置かれて一、はいねはい、つの事件を追いかけて。うんはい ね、事故もだんだんなくなったんでしたっけ、うん、そうですね。あの殺人とかそういうういい生命の事件についてはもう事故なくななりました、うん、となると数が合わわなななくなったりとかするわけじゃない <laughs> 事件の数とそれにね一つのことに取りかかるやっぱり捜査本部人数がいっぱいいらっしゃるでしょうからだからいくつもの事件を、はい、あのまとめて、はい、あの何て言うのかしら取りかかるっていうかそういうこともあるんですか <laughs> ありますね。あの特に徳島県警なんかだったら警視庁に比べると捜査員の人数が全然違うわけで,す、はい、でしょ。はい 例えば私も捜査一家警視庁の捜査一課がお,おった時はやっぱり200人百二百人ぐらいの捜査員がおる徳島へ帰ったら10人ですからねそこで殺しが殺人事件がポンポンとなんぼかできたらもう10人でやらないいかんので私は最高徳島県警の捜査本部が3つ4つぐらいは掛、えーけ,ね、け持ちでやった,、はい、やったことがありますね。で結局一一つ一つだって、はい、あの簡単に時間で お仕事でできるものじゃないわけですよね張り込みっていうのをするんですか張り込みもしますし聞き込みもするしあの本当こう私が刑事になった頃は先輩上司が「365日かける24時間オン状態で俺と刑事は、うん、いつ何があれよからと。わで一つの事件を例えばこういう殺人事件だったら遺族のためご遺体のためにやっぱり捜査をして犯人を見つけない,いかんので、うん、犯人と証拠を見つけるのが、うんが捜査なんで。 もう本当にこう当時は、えー、休みっていうのは全然なかったですけどね今はね働き改革で、うん、休みを取らない,いかん時代になってきましたけどね、えー、<ー>刑事さんもやっぱり休,休みを取らなきゃいけない今はね今は,今はやっぱりやっぱり事件が発生したらもう米津で徹夜を続けるけど<ー>それをやると、はいはいはい、その分代給取りなさいっていう時代にもなりましたけどね。うんうん 張り込みってどんんなことするんですでかっていうのはまず事件が発生しました捜査したら A という容疑者が出ました、うん、ですののするんですよで A が例えば A がどんな服装でどこ行くか、うん、何時何分にどこ行くかでどこ行って何をするか、うん、これを張り込みして A が出てきたらずっと。 行するんですね、うん、でその A の一日何をやるかっていうのを把握しながらじゃあ仕事はこうだよな、うん、乗っているも車はこうだよな車の番号はこうだよなと。うん、で、えー、大体こう人間ってみんな癖があるでしょ、はい、そしたらこの髪型のセンス服装のセンス、うん、靴のセンスそれと車内の模様、うん、それがきちっとできてる性格なんか、うん、大雑把な性格なんかとか、うん、そういう。 えー、一日の行動プラスその人の人間性を見るんですねそれが張り込みですねでもさ <laughs> 別に悪いことをした人の肩を持つわけじゃないけど悪いことをした人だってビクビクしてるかもしれないじゃないですかそうですありますね普通の人間だったら悪いことしたとか追いかけられてるかもって普通思うわけじゃないですかそしたらすごく なんかこう感度が高いって言ったらいいの、うんうん、そうすと、簡単に尾行って言ったって、うん。できないですよね。そ,その人に気づかされないようにそうそう。その人を、あの、見てなきゃいけないということ。ですねそ,それがやっぱり捜査員の技術なんですね。<ー>要は、その悪いことした犯人はもう必ず今、あの、行方さんが言ったように。歩いてた後ろをこう見るんですよ。うん、やっぱり、あの、犯人の心理としてうん、うん。 警察に追われてるなっていう、そういうのがあるんで。必ず定期的に、こう後ろ振り返るんですね。で、そこで目が当たるためなんで。それはもう、あの、隠れながら。これはやっぱ刑事の。 センスとできるようですね。で、ペットに隠れるとね、意外にきわかるよね。そこに普通に歩いてる犬のに、よくあのドラマのあの撮影の時そうなんですよ。スタッフが映っちゃったりとかすると、普通に涼しい顔して歩いてるのにスタッフはあ、俺映っちゃったみたいな感じでペットなんか避けるんですよ。そうそうそう。普通にしてなさいよみたいな。そう。それそうですね。もう自然にその場に溶け込む。 尾行なんですけど、うん、今言うたように急に目そらしたりとか、うん、パッと逃げると逆に怪しいです。 目立つんで、そこでアウトなんですね。じゃ電信柱の陰でこう隠れたりとか、それはない。よくあのランナー形状やってました。差み出てたんですけど、そうよく張り込みしてましたよ。そうあのよくドラマであるようなあの電柱に隠れるとか、車でアンパンの牛乳これないです。ないんだ。ないです。ない。あのですねあの。 あ特に牛乳なんかは、うん、あの腹壊したらいかんので<ー>ト,イレトイレに行ったらダメなんでトイレはねもう大体張り込み2人が原則なんで交代でトイレ行ったりはしますけどね、うん、私ねすごい時代ね昭和の時代だったんですけど、うん、あのー、要はねあのー、グリコ森永事件で昭和のあったでしょ あ模倣犯が徳島でででもババンンきよっんすグリコに独特を幼稚園保育園にばらまいてその時に犯人が当時なんで手紙をね脅迫のはがきなんですけどロッテにとかグリコとかでこう送るわけですよそしたら若かったんで捜査員が「ポストの張り込みはあれ」と今みたいに防犯カメラがあるわけでゃないんで。なるほどそしたらポス 少ない捜査員が館内の主要なポストを張り込むわけですよ、うん、24時間張り込むんですよ十四、うん、時間、うん、そして夜なんかだったらなかなか車で張り込むなと、うん、そしたら電気屋さんに行って冷蔵庫の大きい冷蔵庫の,あの段ボール箱も,もらってで空き地に段ボール箱捨てて穴開けて覗くんですよ。<laughs> そ,それは街の,の中では無理なんですけど田舎にあるポスターあのポストの近くに空き、うん、空き地があって、うん、それは自然に避けるんですよしたらやっぱり眠たくはなるしそその時にね私はあの上司にそう当時の所長と一,家一課長に、うん「すいませんトイレどうしたらいいんですか?うん」お前は刑事だろ!」って。うん 絶対見逃したらいかんので、段ボールまかの中にカップヌードルとこれとポット持っていけどどういうことですかったら、夜中にまあ一つ食べるでしょ。でこの空き缶をトイレに捨る。すごい時代でしょ。これがマカリはいマカリ通りましたからね。んでその時にね昭和あれ。 62年ぐらいだったんですよ、ね、そ<ー>この時に防犯カメラもなかったんで、うんうん、ただあのか防犯カメラもなかったんですけどこういう,こうカメラっていうのはそろそろ出だしんですね。で捜査本部で私ねすいませんあのい一つ意見って言って。うん カメラを仕掛けたらどうですかってすまんけど私24時間でなんか寝てしまいましたとその時に犯人来た可能性もあるとカメラだったら絶対ね返し撮れるとその時に当時の捜査幹部「秋山お前は捜査員としてやる気がない!」機械に耐えるってどういうことだって怒られたんですよ。 そうですねまあ今はね、うん、もう本当にこうにそういう厳しさもだんだん緩和されてるし、うん、やっぱり時代の時代にこうねえー、流れによって捜査もやりやすくにもなりましたし、うんえー、そういう厳しいことを言うたら今パワハラになりますからね絶対できると思います。本当、ね <laughs> もう違ういろんな問題も起きちゃいますね今のそのパワハラとかっていうの上司からの厳しい一言がなんかそれがね最近ちょっと言い状況でした私あの若い時にね新婚の時にあのまあ結婚祝い二人でまあ両方とするっていうことで結婚祝いのその日にね外出してこう結婚式をしよったんですか二人でねそうしたら当時ポケベルがなったポケベルの時代に骨電話一緒に電話が 強盗ができとんだ、すぐに来いって分かりましたってで、ただ食事頼んだすぐだったんで、うん、両方と全部食べて、うん、あの現場中からか所に捜査に行ったんですよ当然2時間ぐらい遅れたんですよ、はいはい、その時の上司の一言、はいはい、秋山お前は家族とあの仕事とどっちが大事なんだと、うんうん、はい家族よりも仕事が大事ですって <laughs> そういったわけですね。そこではね。<laughs> そんな時代なんですよね。そ<ー>ういえばね。ああ、どっちかってその二社選択難しいわ、はい。今だと当然家族って言ってもいいと思うんですよ、ね。なるほど。はいはい。けど我々のこの新米刑事の時代はやっぱりそういう。 だ代すね。なるほどね。はい、結婚された奥さんも、ね。うん、刑事さんと結婚するって、どんな気持ちだったですかね。<laughs> ちなみに奥さんは父兄さんですか。じゃなくてね。あの、看護師なんですよ。<そう> <laughs> で、まあ、よくで、だけ、おこでね。うん、あの、やっぱり、えー、人、世のため、人とのためにする仕事っていうのが共感する部分があるんですけど。うん、私、女房には、あの。 あの、か感謝しともね、うん、刑事って呼び出しがよくあるんですね、はい、夜中の。うん、ほん夜中に電話があって、はいもしもし、まあ、今だったら携帯でね。うん、はい、だ現場はあって、メモするに、女房もパッと目が覚めて、スッとメモくれるんですよ。うん、ほんで、こういうペンもくれる。ね、うん、はいもしもし、被害日時は、被害場所はって、こうメモするじゃないですか。うん、その時に、靴下をスうっと履かしてくれるんですよ。ええ。ほんで、電話がじゃって切ったら。 パッうちの女房も看護師の仕事やってるんで患者さんのためにやるしでそういう自分もこの世のために人のために仕事するっていう操作なんでちょっとでも手伝おうかっていう感じでメモがパッとくるし靴下貸してくれるし <laughs> はい <laughs> 私もいつも「これありがとう」って言うけどそれ当たり前と思ってるのね女房は。ては はい、8000万点,点だったんですね。本当ですね。すごい。うん、でもずっとそのさっきから気になってて、うん、リーゼントは、はい、あのこのデカとしてリーゼントっていうのは <laughs> あありなんですか？本来はダメですね。公務員なんで。はあ、なるほど。私あの実は14歳、えー、要は中二の時に、うん、あのラジオでね。うん キミはファンキーモンキーベイビーャロル当時のキャロルのあの歌が流れてきてもう誰だろうこの歌って鳥肌だったんですよですぐにアクリヒにアクリヒにすぐにレコードか買いに行ったんですねそうしたらキャロルの矢田エクさんがリーゼントだったんでよし俺もリーゼントにしようと思って決めたんですよでそれはねあの学生だったりとかしてですけど食についてリーゼント <で>やっぱね、うん、あの高校卒業してすぐに警察学校入ったんやけど警察学校はさすがにね、えー、全寮制でぶわってバリカンで暴走されたんですよ。<ー>もう辛くてね、うんで。けど警察学校卒業して交番行った時にもうリーゼントのバシッやってたんな避けるでしょう <laughs> <laughs> そうなんですよ。当時ね昭和54年に私警察官になったんでその頃で全国で暴走族がすごかった時代なんですよ。 もう暴走族イコールリーゼントだったんで、うん、当時の,この上司、うん、幹部と先輩が、うん、毎朝なその髪は、うん、と,来といいみたいに言われほんで,すよ、うん、でもう一応公務員だしやっぱり規定はないですけど、うん、あのその髪型はダメと暴走族みたいな髪はダメと、うん、けど自分もね矢沢さんみたいに日本一になりたかったんで、うん、この髪は自分のポリシーと思って。うん <laughs> この人たちの10倍仕事して、結果を出せば、何も言わんだろうと思って。本当0倍仕事したんですよ。<ん>休みの日も、ずっと泥棒いっぱい捕まえたりとか。ヤクザの親分捕まえたりとか、いろいろしたんですよ。<ん>そしたら、だん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 ね、結果が出たら。上司も先輩も、あけんは、今日なかなか決まってるねみたいな <laughs>。なるほど。結果を出したんですね。素晴らしい。うん <laughs> うあそうなんだ。でも出資がつん欲しいですね、う,すねうん。A、うん、ちゃんのコンサートとか行かれるん<の>ですか。行きます。き去年ね十一回行きました。へ <laughs> えー、すごい。けどねこの現職の時はやっぱ捜査があるんで行けなかったさ。だいたい年に一回武道館もしくは 武道館もしくは大阪城ホールにね一回行く君が自分のご褒美だったんですね。一年間を心を収まって自分に大それ。で H ちゃん見てパワーもらえるでしょ。もうそ定年退職したでしょ。去年十一回。ああ素晴らしい。本番と聞けよ。もう H ちゃんに憧れもう自分から言うもないけど。H ちゃんいくつでしたっけ？七十三です。すごいですね。 まだ現役でやってますね。い。うん。一時ちょっとなんかかっこいいですよね。内定者も出てます。ファンキー・モンキー・ベイビー。キャロルかかりましたよ。はい。こう鳥肌立ちましたね。やっぱり。そう。なんか去年はコンサートも行かれたそうで。そうです。あの実はね去年ね。うん。十一回ヤマハさんのあのコンサート行きました。そんなに？はい。そうか定年退職を。そう うんとおとおと年です。二年前二年前ですね。されて、それでもうじゃ自由に行けるように。あの現職の時にもね、やっぱり捜査があったり警察の仕事があったんで。予定入れだったってね行かないってありますもんね。ただ現職の時には年一回だけ武道館もしくは大阪城ホールに行きやったんですよ。あ、そうなんですか。年一回この自分のご褒美というか一年間のご褒美になって年一回矢崎さん見に。

そう、うん、まあでもなんかいろいろと捜査でねいろいろとこう人を追いかけて追いかけてやってらっしゃる秋山さんが、はい、秋山さん自身がなんか勘違いされて捕まりそうになったってなんか話聞いたんですけど、はい。はい、<laughs> よくあるんですけどえよくあるの <laughs> あのやっぱり人相的にあんまりまあリーゼントやし、うん、人相的にあんまりこう怖もてわもて言われましてね、うん、一番もう何て言うんですかね恥ずかしい話ですけどね。うん あの下着泥棒先これを自分が現行犯逮捕して取り調べしたら結構ら下着泥棒って家にガサってね捜索行ったら大体押し入れに暖ボールにいっぱいあるわけですよ。<laughs> <えー S 1> 100枚ぐらいあってそれをあの一応犯人がどこでいつ頃どこで盗んだかでそれを今度この盗んだ物ツ下着これを被害者に。 確認さ,さな,いといけないんですよ手続き被害届出してるけど被害これはあの泥棒を捕まえましたけどこれそうですかって、うん、か被害あこれ私が盗まれた私のもんですっていう被害確認するんですよ、うん、その中で今までやってきて、うん、やはりこうそしたら被害者がそれ見た時に自分のやけどあ汚れてるんで、うん、違いますってこうなるわけです<ー>自然に。なるほど それが私嫌だったんでやっぱり被害者のきちっとして見せたかったんで、うん、ある日にね、うん、今もダメなんやけどその100枚ぐらいの下着を、うん、あのコインランドリーにね <laughs> 持って行って洗ったんですよ。うん、でたまたまコインランドリーに私一人だって、うん、まあ洗ってる時にちょっと週刊誌見ながら時間待ってたんですよ。うん そこへ他のお客さんが女性の方が来たんですよそ、うん、の中で私一人こうん、干したパ、うんね、ンティーでパ <laughs> ンティーの裏じゃがカラフラーのにグルグルグルと舞い寄るじゃないですか<ー>そしたらその人が私の顔を見た瞬間にパッと逃げたんですよねうん、うん、やばいこれ間違われとるなと思ったらう,ん、うん、うーんってパトカーがやってきて <laughs> <laughs> 要はその女性があ,あのパンツ泥棒が今こインなんだろうと100頭枚入れたで <laughs> ほんで「いやごめんどこそこの刑事なんでこれちょっと証拠品やけど今あの汚れてるんで洗ってる」っつってうまい言わけ行けましたけど、うん、その時にねその奥さんに間違われて、うん、で100されれたた泥に間違わそれとかねあのこんなんもあってねあ私若い頃やけど、うん、あのホテルの中に刃物を持った、うん、要は強盗が来たんですね。うん <laughs> で受付に現金出せとそしたら非常ベル鳴らして近くのお巡りさんがやってきたんですパトカーが2名ねほんでお巡りさんがやったまだ犯人おったんですよそしたらお巡りさんが2人刺したんですよこれ逃げたそしたら刺されたお巡りさん両方とも命は取られないんですけどこの一人の刑事さんがあお巡りさんがパトカーのお巡りさんがその犯人が私と思ったんですよ そっくりだったんですよ実はリーゼントリーにしてリーゼントですねメガネもこんな感じでほんで一瞬あら秋山なんていうことをしようんだって一生思ったらしいんですよほんでこのまま病院行ったでしょほん他の刑事さんが犯人ぞって聞いたときに秋山と思うって言ったんですよそしたら私ちょうどこの夜中だったんでもういきなり電話が鳴ってきてそこの警察署の副署長なんですよ秋山かはい 今どこだ言っていや寝てましたけど」って「えっよかった」ってどういうことかなと思って今強盗ができたんでお巡りさん2名刺されたと殺人未遂で小虫こぼうが強盗で呼び出しや」ってんでバー行ったんですよほんで行って捜査員がバーって寄るじゃないですかほんで捜査本部を設置したほんだらほんとに署長と捜査一課長の指示があるわけだね。 秋山 <laughs> それで一番このま,まずいなと私は思ったけど無無線警察ほんで全部緊急配備したんですね、うんうん、徳島本部から各局徳島本部から各局、うん、本件強盗捜査一課の秋山と告口以上で <laughs> 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 ほんで徳島県警の警察官全員が「はあそうか秋山によく似てるんだ」って全員が分かったらしい。<laughs> <laughs> 捕まりましたすぐに見てましたそっくりだね本当そっくりだった本当に結局捜査して刃物を捨てて逃げた刃物から指紋が出たり DNA があったりとかでまこいつ前前回があったんでほん割り出してでこいつをさっき言った張り込みとか尾行するわけですよで当然私も捜査一課の刑事だったんでこの尾行する判でねポッと張り込みです そっくりやん <laughs> 自分でも思いました歩き方も似てたんですだ。えー じゃあ間違いなくこいいいいつが犯人だろいろあるやでもそんな秋山さんですからなみあまりスピリチュアル的なことは、うんはい、本人はご興味がなさそうですけど、うんうんうん、あでもねちゃんとこう理解できる感性を持ってますしすごく面白かったのは秋山さんのエネルギーをこういうのを読むっていうんですけど読むとねあれが聞こえるんですよ。<laughs> <何>あの 思い込んだら試練の道。だから、すごい。そう、なんかね、だから、なんていうの、修行系というか、なんかね、そういうエネルギーなんです。うん、だから、なんかこう、一つ、これっていう風に思い込んだものに対して、ものすごい。集中力と行動力と、その意識の、こうし、し向け方というのかな。だから、いわゆる、なんていうんでしょうね、こういうの。 紅派っていうんですかね。うん、なんかそういう風に見た目見たね。ね <laughs> えでもうん僕はだエネルギーがもうまさにそれそのものなのでだから、うん、あもう本当にそのもうそれをずっとやり続けてきたんだなっていうのが後ろにいる方も修行系の方なんですよ。どういった感じの？あの修験者です。 主言者ともう一人出てきているのが神父さんなんですけど、日本の神父さんではないんですけど、そのいろいろと例えば犯罪を犯したりとか、まあそういう子供もたちっているじゃないですか。子供もたちを構成させるようなそういうなていうんだろう、えっと施設っていう表現で正しいかわからないんですけど神父さんなんですよ。でもそういうことをやってた方が後ろに、だからこの主言者の方とこの神父さんが後ろに立つんですよ。で、だからやっぱり経営人になるべくしてなってる人なので、だからこういうのまいわゆる天命と言いますね。はい、だから天命をほん 本当に字で言っている方っていうのがエネルギー的に見て取れるあの方です。で、直感力だったりとか想像力だったりっていうのがすごく。やっぱりこう優れててでこう。周りにいる人の感情とか思いにすっごい敏感にこうキャッチできるとかこう察知できるというか、そういうエネルギー。 なんですよね、うん、まあ多分それもきっと刑事には必要な資質なのかもしれないですけどもと、うん、からそういうのもお持ちいいですし、うん、オーラの色っていうのが赤と黄色と紫なんですね赤黄色紫なんですだからこの赤の人っていうのはまあ修行系なんですけど、うん、はいなんですけどでも黄色のねそのお茶目な部分とかひょうきんな部分とか楽しい部分とか、うん、そういうのもお持ちになっててこれは魅力なんですよ、うん、でもその前に周りに紫があるので、うん、やっぱりそういったその 人に対するこう奉仕の精神とか、やっぱりこれが紫色なんですね。やっぱりそういうものをすごくこう、あの持ってらっしゃる方。という、うんえー、はい。ただその意外だったのが、なんかその修行系。うん、修行系ってちょっと変な言い方ですけど、なんかそういう。はい。エネルギーなので、あ、もう本当にもう。 思いいい込んんだだらっっててうう方なんだなっていうのが<ー>例えば言葉で言ってても実際そうじゃない人っているので、うん、だけどあそうじゃなくても本当にそういうエネルギーの人って、うん、先ほど奥様のお話してましたけど奥様もいわゆる「ソウルメイト」っていう表現をしますけど、うん、もう奥様でやっぱりこう人生が変わってる部分っていうのがやっぱすごくおありなのでこの奥様ととも出出会会うべきして出会ってっるだからなんかあんまりそう周りにこうたくさんの出会いが。 っていう感じじゃないんですよね。なんかこう、あんまり、そういう、いわゆる恋愛系の出会いとかっていうのは、あんまりこう。正直見えなくて、で、でも奥様とは、だからすごく。あの奥様と本物の出会いをされているという。だから、そういう。ええ、嬉しい。なんでそんな嬉しい。お。奥様です。のじゃ。でも、本当にそう。びっくりした。うん。だから、さっきすごく、あの奥様のことおっしゃってましたけど、まさに、そういう関係性です。そうなんだ。はい そい出会だったんですか奥様と私は彼女一回り下なんですけど仕事ぶりにすっごい惚れましてね。で要は例えば救急車で運ばれるもし亡くなったら警察が検視するでしょ。で救急隊に運ばれたで蘇生するけど亡くなった場合には警察に検視頼まれるんやけどその時に我々もやっぱり現場行くんですね。で行った時に その、この、動きのね、きっちりできた看護師さんがおった、それが女房なんですけど。そこで出会いなんです。そうです。で、亡くなった時に、この遺族に対するご説明が非常に簡潔明瞭で。この、説明の仕方が100点満点だったんですよ。ドクターより上手だったんですよ。で、その、マスクも一揃んで、顔はあんまり見えないんだけど、この仕事ぶりに、ピンと来て。 ほんで私あの名刺に電話番号書いてまた渡したんですねでなかなか連絡こなんだけど一ヶ月後の連絡で会った時に初めて会った時に結婚申しました、うん、しあーなるほど結婚ほいよーもう出会った時にピンときて、はい、もうこの人だって思ったの、はいはいはい、ほんでんそれから一ヶ月後に結婚しましたええー。<laughs> <laughs> じゃ奥様ももしかしてピンときたのかな？もう最初は来てなかったと思うんですか？深いところでは知っているので、だから時間を要さないんですよ。なるほどね。わからないけどなんかそういう奥様もなんかこう深いところでは知っているので、そうこっち頭が追いついてないだけで。でもねその時ね目をやっぱりこう目ってすごいその人の性質を表すんですけど、やっぱりその秋山さんの目ってねすっごいこう いろんなその酸いも甘いも知っている人の目なんですねでそれはその人の心のたなんていうかな苦しみとか人間だからいろいろこう あるじゃないですか人生の中で体験する心の機微ってね。でそういうものをもちろんこの人生ではなだけではなく過去性って言ってその生まれ変わりの歴史の中でも,もういっぱいやってほど見てきてるんです実は。でいてだからそれを知っている人の目なのでこう目を見るとその人の,その本質っていうのが現れるんですけどそうそれがねすごく僕は一番最初にお会いした時もこうこうハートに感じるるもののっていうのがあるんですね、うん、だからそういう奥様も分かんなくても目を見ると分かるんですよ深いところに響くので。 でもね今日入ってこられる時にサングラスされてて目をあまりこう人に見させないというかなぜサングラスやっぱりそれ A ちゃんの影響 ?A ちゃんの影響もあって <laughs> あの現職の頃からやっぱりこう張り込みとかいろいろサングラスっていうのはどうしてもいつもつけてたんでいま<ー>だにはい、はい、目はねあの口ほどに物を言ってるけど、はい、目はじゃああんまり見せないようにしてたっていうことですか そうですね。まあサングラスが好きだったんですね。うん、やっいろんなサングラス持ってるし、はい、で趣味がジョギングなんで、ジョギングの、うん、今日はなんかこう、うん、ジョギング用のまあサングラスですけど、なるほど。うん。うんえー いい色してますもんねあ焼けてますね酒焼けとかじゃないですよねお酒も大好きですけどお酒飲んでる日もなかったでしょ現役の刑事やってる頃はなかったですねで、例えば逮捕すると逮捕祝いって結構やるんですよねで起訴したら起訴祝いでやるんですよ捜査部でその時に当時の一課長なんかは秋山若い頃ね秋山 乾杯のここは酔ってもいい。だけど最後の万歳の時は酔い覚ませ。ああ。でない。次何やる？そうそうそう。うんこういうふうなしつけはされてましたね。だからあんまり酒飲んでも酔ったことはないです。はい。でも楽しそうですよね。ね。うん。一杯目から。はい。一杯目から楽しそうですよね。そうですね。はい。 でも黄色がある人なのである種タレント向きっちゃタレント向きなんですねあそうですかはい、だからもうホリプロさんに入られてますしリーゼントデカってリーゼントデカって今も結構浸透してるじゃないですかうちの母親もなんかよく「警察24時」ああいう番組大好きなんですよ90になるんですけどそれで「リーゼントデカ」って言ったら「知ってる知ってる知ってる」ありがとうございます これねあの、うん、実は2002年に初めてフジテレビから私テレビに出たんですけどね。うん、その時にあの名景名景事っていうんで五人し全国のこれで出たんですよ。うん、その時のプロデューサーさんが、えー、徳島県警熱血リーゼントデカって命名してくれたんですよ。ああ,、うん、あなるほど。はテレビ的にそういう風に。そう,そうそうそうです。うん、でそれがあの一番最初だったんで、うん、そこからもうみんながリーゼントデカっていう ふうになって、まあ私も矢沢さんが髪を下ろした時にはもうリーゼントやめようかなと思ったけど、もうその時はすでにリーゼントでかって南に言われてたんで、もうこれだったら死ぬまでずっとリーゼントをそうかな自分のポルシェではい。この笑顔を見ちゃうとね、デカとは思えないですね。デカの時にそういう笑顔でいられる。 っあまりなかたわけで本当によく言われるんですけど当時はやっぱり殺人現場行って犯人がどうやってなぜこの現場を選んだなぜこの日に選んだなぜこの時間帯を選んだなぜこの凶器を選んだこういうふうにいつも事件のことばっかり考えるんで笑顔ってなかったと思うんですよ。 あの現職の時はほんまに困った人の顔しか見てないんですよ42歳よら、ね、もう辛い顔泣いている子も心配なもうほれと遺族の顔ほれ<の>とご遺体の顔とか<の>けど今ね毎日笑顔見てるんですよ<ー>例えば公園に行くとか<ー>今日なんかでも笑顔でしょ。うん、だから現職の頃と180度変わって今困った顔っていうよりも笑顔が。 見えるし、それを自分の今パワーにしてるんですよ。うん、だから笑顔には笑顔、だから今笑顔です。えー、ありがとうございます。<laughs> いい笑顔,だ、ね、すっい笑顔です、ね。ご質疑ないですでもその現職の時、うん、じゃあ何がパワーになってたんだろう。 そうですねやっぱり被害者のため遺族のためにやらない,いかんっていうのが自分の、うん、それ、うん、自分の気持ちすさむというか腐ることなかかったですか、うん、あのやっぱりねそれは多々ありましたけどねやっぱり長い警察に四42年間なんで、うん、やっぱり山あり谷ありで捕まらん時はどうしようかとかいっぱい悩みましたけど、うん、そ,こそんな時はやっぱりね矢沢エクさんの DVD でパワーもらってましたけどね。<laughs> <laughs> それと、まあ、奥さんも理解がありましたよね。うんうん、はい、一番やっぱり頼りになるのは、こう、女房だったですね。うん、誰にもこう、愚痴は言えない、事件のことも言えないけど。うん、女房は、私のこう、落ち込んでいる姿見たら、パンとピンとくるんでしょうね。うん、はい、気分転換させてもらったり。うん、はい。素晴らしい。ね。逆に、ちょっとこう。 なみなみにスピリチュアル的なことというかなんかこう聞きたいことってありませんか？こういうのことじゃないんですけどはいあのまあ先色も黒になってあのちょっとこう染みができてます染み美容の相談ですかあるやっぱり染みなんかやっぱ気にするんでしょやっぱり 僕がですか。僕シミとか、えっと、気にしないですね。日焼け止めは塗ってますけど、それぐらいです。あの、長年刑事やってたんで、退職して。若干最近の若い子で、やっぱ美意識が高いじゃないですか。だから、ちょっとそこに、私もこう興味。美意識に、ちょっと目覚めた。目覚めるというか、このシミが気になったりとか。実は、あの、ちょっと前に、ちょっとしみ落としたりとかしたんです。そうなんですか。 はいここここここにいこうとここにいこうゴルフとかあのジョギングするんで焼けるのはいいですけど年いったらシミができたらこのやっぱり鏡見るとすっごい気になったんでそんで落としたんですねなるほど落としたらなかなかいけるやんみたいなこれからいろんな変化がありますねちょっと半身不妊だからちょっとやばいやばいやばい 本当に奥さんはね一緒なんですから奥さん悲しませるようなこと言っちいけないよ。本当にねこの笑顔でね本当にいにしなさい。ママが怒る。ママが怒る。エンディングいきます。じゃあえっと秋元さん六ページ。はい。わかりました。ダイクエさん食べてお待ちしています。はい。どうぞ。 あなんかねしみたなんだかんだ言ってますけど秋、うん、<laughs> 山さん今 YouTube やってらっしゃいますねそうですあのリーゼントデカ十一時九分元態じゃ。うん っていうね、えー、<ー> YouTube のチャンネルをやってます。うん、あの私ね、うんえー、長年の刑事魂を燃やしてね、うんはい、で悪いやつを絶対許さないっていう精神でね、うんえー、いろんな犯罪を分析して、うんえー、この犯罪の予防を呼びかけております。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。<laughs> え？<laughs> <laughs> そえ YouTube よく見ると一番最後にそういう,、ね、う文字がバーッと出てきますからねまさかそこまで言うと思いませんでしたけどななんんででまた11時9分なんですかあの、ね、これ先ほど出ました2 0 0 2年に初めてフジテレビに,テレビに出た時に、はい、11時9分に半グレの恐喝未遂をバーン減退したんですよ現行犯逮捕<ー>その時に11時9分減退っってやったんですね、うん、その言葉がずっと残って YouTube の <laughs> チャンネルにしました。なんと はい、はい、今減退って最初何んだろうと思ったら。現行犯逮捕を減退って言うんだ。あ、これ業界用語ですね。そうですね。そうですね。ということで、チャンネル登録、高評価お願いいたします。はい。ということで、秋山さん、まあ、いろいろとありがとうございました。ありがとうございます。まあ、今夜もね、もしかしたら。どっかで犯罪の匂いがしてませんか?。そうですね。してますね。してます?。はい。 悪い奴は絶対に許さない <laughs> はい。それでは失礼しますあ、失礼しますリーセントデーカー言っちゃいましたよ、はい、なんか聞きつけてみたいねねこっち行っちゃお行っちゃお行っちゃおうそれではナミナミからのワンポイントアドバイスですこのねえー、6月に下死がありましたねで、その下死の前後ってね人ってすごく体調を崩しやすくなったりとかこう多いんですよねで、体調を崩したりまたはこう心身心身ってその心はまあ 心と身とありますけど、この両方をやっぱ崩しちゃう人っても多いんですね。で、どうしてもやっぱりこう一年っていうものを見てみたときにちょうど半分じゃないですか。当たり前のように6月ってね、だね結構ここで疲れが溜まってたのが出てきやすいタイミングでもあるんですね。よく6月とか12月っていうのは神道でも大払いっていうのをやったりします。つまり自分の中の汚れを取り除きましょうねっていうそういうタイミングなんですね。だからやっぱりね無理してしまったりとかね何か結果が出ないからといって焦ってしまうと空回りしてしまって余計にうまくいくものも 行かなくなっちゃうので、ちょっとねお休みしようってそういう意識ねで、えー、自分にご褒美をあげるっていうつもりで、例えば温泉旅行を自分で自分にプレゼントしてあげたりとかマッサージをプレゼントしてあげたりとかとにかく心身をリラックスさせることねに集中してみてください。そうするとね今まであんなに頑張ったのにうまくいかないって言ってたのが急にうまく回り始めたりあ急に道が開けるみたいな体験に繋がってったりするんですね。なのでぜひ自分をね、えー、いたわってあげること大事にしてあげることリラックスしてあげることそれに集中していただけたらというふうに思います。 びっくりした。どうしたんですか。なかったんですか。いいよリーゼントデカと別れてるのね。ママったら別のお巡りさんに捕まった。え、何やらかしたんですか。うん、職務質問されたのよ。ああ、ママって見るからに不信任です。でしょ。うで、いくえさんは？え、いやだからさあ、飛ばっちり来たら嫌だから、ドア出しに。ああ。いくえちゃん、お願いちょっとお願いいい人間だと証明してよ。いや。なんだか。つまんだんだろうおら、おいなんとかよ。 行こら <laughs> ちょっと何が来い行くえって言ったかおちょっと <laughs> ごめんなさい行くやさま聞こえませんよちょっとやめてよちょっと私の下に探ってやめてちょっとおまわりさん<あ>ちょっと痛い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 て、うん、疲れてもらったね、はい、でもまあ明日には帰ってくるでしょう。まあそうです、うん、常にいつもやってることだったから、ねうん、うん、いつもいつも,もいつもだよ本当に、うん、下に泥棒してるからみたいな <laughs> イェーイ。あ、やったが。でもね、その下着泥棒のところ行くとね、必ずね、秋山さんがまたそのちゃんとね、洗ってくれるんです。あれ、秋山さん。え、今コインランドリー行ってたんですか。捕まらないように気をつけてください。ねありがとうございます。オッケーです。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 これ出汁がこう入ってるの、そうおいしいですよ。食べて食べてください。あ、阿久間さん面白かったら召し上がってください。いただきます。すみません。いただきます。<ー>うん、このさ、鶏肉も入ってんのかな？そうなんです。これはね入ってるやつです。鶏肉となんかチキンミートボールみたいなのが。うん、そうですよね。それ。あとはじゃあこのあのた卵とかそういうのは？あ、これうずら。あ